ちは山内です。今日ですね、4ギロのテストの来年の実施がね、見送られるということでニュースになりました。これはね、もともと賛否両論あったんですけども、来年の実施は早いんじゃないか、無理があるんじゃないか、問題が多すぎるよっていう声があったわけですね。まあこうそれに押し切られる形で、これはやめとこうと、延期しましょうということになったんですけれども、本質はね、良かったんじゃないかなと思います。本質っていうのは4ギロにしなきゃダメだよねって、これまでリスニング、リーディングがメインだったところを、スピーキング、ライティングの4つにしましょうというのはいいと思うんですよね。で、ただね、いろんな問題があるんですけども、私はその制度の問題っていうのは言われてますけどもね、例えば、開催場所に、公平性がないじゃないかとかね、いろんなこう、制度としての問題がたくさん取り上げられているんですけども、あんまりね、協議されないところでね、教育的な問題が僕はあるんじゃないかなと思ってるんですよね。ズバリてしまうと、先生教えられないっていうことをですね、例えば、トッフルを指導しようよ、アイレツを指導しようよと、ケンブリッジ駅に指導しようよとなった時にですね、それをじゃあ教えられる先生がいるのっていうと、仮に制度に問題がなくて、で、じゃあ、GO できるよねとなったとしても、教えられる先生が限られているというふうに私は思っています。じゃあ、制度に問題がなかったら、これはいけたのかというと、私、制度に問題がなかったとしてもいけてないんじゃないかなと思います。なので、今回のこの、延期ですよね。これをどう捉えるかは人次第、その人次第ですけども、もし、これをね、どうにか長期目線で前向きに捉えるのであれば、これは、よし、学校として、塾として、教育関係者の方々、特にですね、教える側として、しっかり教えるための体制を作ることができるぞ。自分たちの経験値をね、それまで積むことができるぞっていう、そういう4年間になるんじゃないかなと思います。で、今、これを、今現時点の高校生っていうのは、だからこれまで通りのやり方に、こう、基本的にはなっていくということですよね。なので、今の高校生さんであったりとか、中学3年生さんは、今のこの現状っていうのを、あまり、こう、考慮する必要はないとは言いませんけれども、自分に多大な影響っていうのは、これは、あまり受けないんですよね。今、中学生の方々ですよね。っていうのは、中学1年生、2年生ですね。あと、小学校6年生とか、それぐらいの、お子様世代の方っていうのは、もろに自分たちの時から直撃するということになると思います。さすがにもう4年間したらこれ実施されるんじゃないかなと思います。延期延期だと言いながらしばらく延期してますからね。ジェット機じゃないですけど、三菱のジェット機じゃないですけど、何年延期するんだというところはありますけども、こんだけ延期するとさすがに次は実施されると思います。そうなると、今の小6、中1、中2ぐらいの方は直撃しますので、その学ぶ側としてもですね、もうそういう変化は起こるぞと、この多分賛否両論あっても起こると思います。なので、その英語のね、スピーキング、ライティング含め、4技能をちゃんと対策していくということについては、もう準備をしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。これは誰が悪い、誰のせいとか、誰がどうすべきっていうことじゃなくて、教育を提供する側も学ぶ側っていうのも、やっぱり向いてる方向はね、やっぱり英語でコミュニケーション取れる、そういった英語教育にしていきたいという方向では向かうべきじゃないかなと、そこは思いますので、まあ、今回は制度の問題で隠れたところで教育の先生側の問題と、見えなかった問題もありますけれども、4年後に向けてですね、これから同じ方向に教育業界全体で進んでいくことを常に望むなというふうに私は思っております。OK! ではまた別の機会で動画でも撮りたいと思います。ありがとうございます。